時刻8時6分もありました。さあ、水曜日のこの時間はオリジナルレシピご紹介しています。毎月1つテーマ食材決めておりまして、私から1品、そしてリスナーの皆さんからもたくさんレシピをいただくんですが、この中から1品エディのみさきちゃんが再現してくれるというコーナーでございます。今月の食材はサワラ魚編に春。 と書くまあ、春の季語になっている魚ですねその字の通り関西では春先から初夏にかけてそうこれからの時期が旬になるんですところがですね関東では産卵期前後の油が乗った寒さわが好まれるため旬はね冬というふうに認識されてるんですよ場所によってちょっと違うんですね でサワラは栄養がとっても豊富で脳の活性化につながる DHA や動脈硬化を予防する EPA などが豊富に含まれていますさらにカリウムの含有量が多いことも特徴で高血圧の予防改善にも期待ができますよ他にもですね疲労回復とか免疫力を高めてくれる効果もあるということで。 身も柔らかくって食べやすいお魚ですのでぜひ食べていただきたいたっぷりの野菜と食べていただきたいということで私からご紹介するのはアクアパッツァというイタリア料理の手法を使ってみましたあのイタリアレストランとかに行くと魚がね小さい魚こう丸ごと頭からおっぽまでついている一匹で周りにこうアサリとか トトマととかがパパパラパララっ入ているちょっと豪華に見える作品なんですがもちろんこれは切り身でも簡単にできますし大きなあの楕円形の鍋がなかったとしても丸いフライパンで作ってもらえるということで今回はフライパンで作りましたで大体、えー、いい2人分なので魚切れ切り身2切れぐらいのパックが多いじゃないですかなのでそのパックを買ってきてあとはあさりですね これも今からの時期美味しくなりますので、出ているものはまあ10個から15個ぐらいあったら十分だと思います。で今回はパプリカ、赤と黄色、で今出てるからメキャベツも使いましたし、プチトマト、ブロッコリー、あと必要なものはニンニクとオリーブオイルと、あれば白ワインが欲しいかなと思います。ちっちゃい瓶でも最近売ってますので、買ってきて、 料理に使ってあとは飲んじゃってくださいはい、えー。まずですねサワラは余分な水分はフリッキー取っておいて塩コショウ軽くしておいてくださいで、お野菜は食べやすい大きさに切っておきますで、ブロッコリーとメキャベツはちょっと煮込むんですけれども芯が残ったらダメなのでもう本当にあのサッとで大丈夫です固い茹でしておいてくださいねでアサリの砂抜き忘れないようにしてください鍋の中で持ったアサリが砂噛んでると あの料理全体がジャリっていう感じになってしまいますから気をつけましょうにんにく薄切りにしてください薄切り面倒だわという方は芯取っていただいてあの包丁の平たい部分でプシッと押していただくと潰れますよねそれ使っていただいても大丈夫ですもう作り方はとっても簡単でにんにくとオリーブオイルをまずフライパンに入れていただきますで入れてから必ず火をつけるようにしてください。で弱火であの ニンニクのいい香りが広がってくる感じで、そこでお魚入れていただいて、皮目から焼きます。で、身が結構今のサワラ分厚いと思うので、皮目から焼いていると、下から。どんどんとサワラの色が、こうちょっと白くなってくるんですよ。火の通ったところ。で、それが三分の一ぐらい来たところで、もう結構早いです。で、その時点でひっくり返してください。で。 もうそこにおす周りにお野菜をパラパラっと入れていただいて白ワイン入れていただいてあさり入れていただいて強火にして蓋閉めてくださいであさりの口がパカッと開いてくれるのを待ちます火、まあ、加減によりますけれども34分5分ぐらいあれば十分かと思いますで開いたら、えー、ちょっと鍋をフライパンガサ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 ッと揺すって味見してみてくださいでこの時点で あさりから出ている塩分とまあ,あのお野菜から出ている旨味、魚から出ている旨味で味がだいたい決まってると思うんですけど若干これは薄いわと思ったらそこで塩をちょっと入れてくださいそうじゃないと最初から塩すると結構あさりから塩分出てくるので意外に塩辛い料理になってしまうので後で料理ってあの引き算はできないので足すことはできても引き算ダメですからね 最後の最後にお塩で調整してくださいでもうそれで出来上がりですご飯で食べていただいてももちろん美味しいしパンですねバゲットなんかと食べていただいても合うしこれだけでお酒の十分おつまみというかもう一品に仕上がってくると思います白ワインがどうしてもダメっていう方はですねお水でしていただいても大丈夫ですあさりから十分あの美味しい出汁が出てきますでちょっとでもやっぱコクがね 違ってくるので最後の味付けでまあ、お塩を振っていただくのもいいしちょこっとだけバターを落としていただいてもしっかり風味が出てくるかと思いますあとはあの 100cc のワインになっているんですけど結構ワインを多めに入れてもらってスープがたっぷりの料理に仕上げていただいたらあとお魚とかお野菜とか全部食べた残りのスープでパスタとかリゾットとかしていただいても 美味しく召し上がっていただけると思いますアレンジも効きますからね是非作ってみて下さいトマトをたくさん目に入れちゃうとトマトソースっぽく仕上がるのでトトマト控えめでいいいと思いますさあこのレシピを来週はさきちゃんに作ってもらいたいと思いますさきちゃんのさわらが大好きということなのでお家でもね自分で簡単に作れるレシピにしてみました。 さあそして皆さんからのサワラレシピも募集中です二十日に皆さんからのレシピをご紹介させていただきましてその中から一つ選んで翌週みさきちゃんに作ってもらうことになっておりますどんどんとお寄せくださいメールは kei.obc1314.co.jp ファックスは大阪06-6577-0301 おはがきは、郵便番号5 5 2 8 5零一ラジオ坂、けいもとまさみのハッピーモーニングでお待ちしています。